どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。本日は無料の画像生成 AI ツール Bing イメージクリエイターをご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルでは生成 AI をはじめ動画制作やウェブ制作に役立つ初心者向けの情報を発信していますので、今のうちにぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まず Bing イメージクリエイターはマイクロソフト社が提供する AI のサービスなのですが、 DALL-E 3というオープン AI 社の AI をベースに作られたサービスになっています。以前別の動画でも触れましたが、マイクロソフトはオープン AI に巨額の出資をしているので、オープン AI で開発されている AI を使用したサービスの提供が行えています。例えば Bing チャットなどもそうですね。ということで、 DALL-E 3での画像生成は実は OpenAI の ChatGPT4 でも行うことができるのですが、そちらは月額20ドル必要になってまいりますので、今回は無料で使える Bing イメージクリエイターをご紹介させていただこうと思います。ではウェブブラウザを開きましょう。マイクロソフトの Edge ではなくてもイメージクリエイターは使用できますので、今回は私も普段から使っている Google Chrome でいこうと思います。Bing イメージクリエイターと検索します。イメージクリエイター from Microsoft Designer というものが出てきますので、こちらをクリックしましょう。はい、イメージクリエイターが開かれました。では Join and Create をクリックしましょう。マイクロソフトのアカウントでサインインをします。アカウントをお持ちではない方は無料で簡単に作れますので、アカウントの作成からお願いいたします。はい、これで実際に画像生成が行える画面まで来ることができました。ここがプロンプト、どういった画像を作るかの指示を入力する場所になります。なお日本語のプロンプトにもしっかり対応しています。では早速画像を作ってみたいと思います。3人のサッカー選手でクリエイトボタンをクリックします。はい、4パターンの画像が生成されました。かなり綺麗な画像なんじゃないかなと思います。では少しプロンプトを追加してみようと思います。アニメ風と追記してクリエイトをクリックします。いわゆる日本のアニメっぽいデザインになりました。プロンプトに対する精度が非常に高いですね。では次は実際には存在しない架空のものをプロンプトに書いてみようと思います。3匹のドラゴンとサッカー選手、アニメ風に修正しクリエイトをクリックします。はい、ドラゴンもしっかり生成されました。ドラゴンの数はちょっと怪しいですが、素敵なイラストだなと思います。白衣着てますね。はい、こんな感じでイメージクリエイターを使うと簡単に無料で AI の画像を作ることができます。ちなみにこのコインは画像生成のたびに1つ減っていきます。ゼロになっても画像生成は行えるのですが、速度が遅くなってしまいます。このコインは自動的に回復しますが、どういったペースでどのぐらい増えるのかは公式には発表されていないようです。最後に注意点なのですが、
現状、イメージクリエイターで作成した画像は商用利用は認められていません。もし商用利用されたい場合には有料ですが、チャット GPT-4 での DALL-E 3を使うようにしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは生成 AI をはじめ動画制作やウェブ制作に役立つ初心者向けの情報を発信しています。もし取り上げてほしい内容などがございましたら、ぜひコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。